こんにちは、あけみです。いつ登るんだよっていう感じでしたが、いよいよ一人で登ります。今回選んだのは長野県の八ヶ岳の一つ、北横岳というお山です。八ヶ岳っていう山があるんじゃないんですね。八ヶ岳連峰の中の一つのお山です。それではどうぞ。志摩駅に着きました。あずさ1号で、9時7分に着きまして、3分でバス停に着きました。あ、キョロキョロしながら、なんで乗り換えは余裕だと思います。2番線北八ヶ岳遠く、これに乗ります。あずさ3号までだとこれに乗れると思います。10時6分、北八ヶ岳ロープウェイに到着しました。これからロープウェイで7分で山頂駅に行きます。20分に1本かな。10時30分、北八ヶ岳ロープウェイで山頂駅までやってきました。今、10万坪の北八ヶ岳坪庭っていうところにいます。見えない。まっすぐ行って、一周3、40分のここを散策できるコースがあって、で、途中から私は北横だけに入っていきます。にして北八ヶ岳ロープウェイから参ります。ついにやってきました。いつ登るんだよっていう感じでしたけど、いよいよ一人山登りデビューです。この坪庭っていうところがロープウェイでここですね、来られて一周3、40分で回れる素敵な場所があるって思って、もう5年以上前から来てみたいなと思ってたんですけど、まさか自分が登るっていう気持ちになるとは思ってなくて、すごい不思議な流れですね。今回私が目指す北横岳はこの坪庭から上がってって1時間強の道のりということで、子供でも無理なく楽しく登れる山ということで、登山デビュー戦にどの山にしようかなと随分迷ったんですけど、こちらにしました。行って帰って3時間前後かなっていう標準タイムらしいんですけど、お天気にも恵まれてちょっといろいろ吸い込まれてのんびりな参考になるかもしれません。登山道が始まります。はい、登山道北横岳山頂60分、結核所は私はヨマップで今送りました。見えるかな。いっぱいハイカーの方がいるのでちょっと心強いですね。坪庭の気温が4度とかだったので、上の上山の上に
岩の道を登ってきて、ゆっくり登ってますけど、心臓がドキドキしてる。あと半分くらいかな。ベテランハイカーの方に登りが優先だから行っていいんだよってルールを教えてもらいました。あとなんだっけ、ルールが確か山のルールあと2つくらいあったと思うんですけど、あ、ご飯を持って帰る、ん、ゴミを捨てない、だから持ってきたカップラーメンとかそこで作ったらその汁を捨てちゃいけないとかさ、あ、着いたかも、あ、ヒュッテだ、イエーイ、北横岳ヒュッテ、帰りに余裕があったら寄ります。北横岳2480m、もうちょっと、言ってからの道はジェット急登ってやつよ。で、この最後の階段だと思いたい。開けた。絶対あそこ頂上だ。すごい。おー、いいね。まどちゃんは、まどちゃんもおにぎり？はい。おにぎり？ぎゅっとすりゃいいですね。ああ。ティッシュのバッグがこっち側にこうやってもらうから。あ、これがあれですね、きっと。これがあれですよ。多分、テリシナ山。南方、今南方だった。5分くらいで北方に行きます。ここは北横だけ北方2480m だから、さっきよりちょっとだけ高い。今日はこんなところで。もうおしまいみたいな。遭難しそうなお菓子と、話しかけていただいた方のおやつが、ぜひぜひ、かわいい、これそこで、かわいいおやつと遭難対策のおやつ、比較みたいな。でも多分こっちの方が長生きできると思う。同じアラフォーの山ガールの方にお会いして、いろんな話をさせていただいて、すごい楽しかったです。奥穂とか、いや、槍ヶ岳って言ってたかな。結構ガンガン登られてて、今は低山からリハビリ中みたいな感じだそうです。七つ池に来ました。ヒュッテから徒歩2分。
10日くらい前が紅葉のピークだったみたいで、紅葉は終わってますかね。気温が5度くらいらしいので、山頂に着くまではすごい汗かいて暑いなって思ってたんですけど、ちょっと休憩してるうちにすごい冷えてきて、ウィンドブレーカー着てたんですけど、手がねちょっと痺れてるかもしれない。危ない危ない。こうやって凍傷とかなるんですかね。手袋とかした方がいいですね。持ってきてるんですよ。あと GoPro のバッテリーがちょっと不調ですって出るので、高い寒い山に来てるんだなって思いました。13時26分。めちゃめちゃのんびりしてますね。楽しい。ザザン。来るとき一瞬、あれ行き止まりって見えて土に入っていくんですけど、こういう感じだから、ここ雪山とか初心者でも登れますよみたいな言ってるところですけど、私結構身長派でビビリなところがあるので、雪山は一人じゃ登れないなって思いました。山頂で80歳の方が登頂ってすごい写真を朗らかに撮ってらっしゃって、すごいなって。私も80歳まで生きてるかわかんないけど、ずっと歩けたらいいなって思いました。13時59分戻ってきました。山頂駅まで、ロープウェイ山頂駅まで15分なので、ぐるっと坪庭を歩いて帰ります。ヒュッてからは40分弱でしたね、帰りは。山頂で楽しくお話しさせていただいちゃったから。なんか本当旅って出会いがあるから楽しいですよね。
い、どうぞ。はい、のんびり山麓でご飯食べてってもよかったんですけど、バスがね、1時間に1本なの。こちら、もう来てる、10分前。アップルパイ、アップルパイ買ったぞ。JR 穂高駅に着きました。ご飯食べよう。神社がある。上高地に奥宮があった穂高神社本社ですね。どこや、駅の。あ、美味しかった。